皆さんこんにちは。仕事で人生を輝かせるコンサルタント株式会社リンケージ MI コンサルティングの長谷川博之です。今日もよろしくお願いします。今日の動画ブログはマネジメント新時代到来、自ら行動する部下を育成するにはというテーマでお届けいたします。最近ですね、最近でもないか、ここやっぱり 4,5 年よく経営者の方、まあ、クライアント先の経営幹部の方に聞いたりするとですね、なかなかこう自ら行動してくれるような積極的な社員がなかなか誕生しない、まあ、育成できないという相談を受けることがあります。まあ当然ですね、経営者とですね従業員ではその責任、そして立場が違いますので、皆さんね、その従業員の方が経営者と同じ感覚で行動ができるか、仕事ができるかといえば、なかなかそうはいきません。もし同じようにですね、仕事ができるんであれば、従業員ではなく経営者になっていると思われます。まあ、そういったですね、経営者と従業員の違いっていうのも考慮しながらですね、どれだけ歩み寄ってですね、経営者はですね、従業員の気持ちをどれだけ理解できるか、そして従業員は経営者のですね、まあ気持ちをどれだけ理解できるか、そして経営者と従業員、いわゆる労使がですね、いい関係を保ちながら、いい会社を作っていくというのが理想的な姿でございます。まあ、とはいうもの、部下をですね、育成するのは上司の一つの大きな仕事でもございます。じゃあどうやって自立できるようなですね、部下を育成していくのだろうか、まあ、そんなことについてですね、私ももう何年も研究はしておりますので、まあ、その辺のことをこうかいつまんで、解説したですね、DVD がですね、こちらの案内になりますね。はい、商売繁盛セミナーと称して、毎月こう1本ずつですね、私が時間にしたら大体40分ぐらいですかね、ほぼほぼこうダイジェスト的な感じで、一つのテーマを設けて解説している DVD でございます。で、今月は自ら行動する部下を育成するにはということをですね、テーマにお話をさせていただいております。これからですね、こう社会、そして仕事の現場、生活の、毎日の現場ではですね、 AI とかロボット、そして、IoT などがですね、こう何でしょうかね、人間の代わりにですね、どん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 こう仕事をですね、やってくれるようになるわけです。じゃあ人間の仕事っていうのは何だろうっていう、そういった議論っていうのはもう何年も前から言われています。そしてこれから10年ぐらいでなくなる職業と生き残る職業なんていうね、まあ、そんなことをですね、推測しているような、研究所とかもありますね。で、ビクビクしている、社長さんもいます。なんか10年経ったらうちの商売がなくなるんじゃないかなっていう、じゃあ人間って何をやったらいいんだろうかっていうんですけども、やはりそれはまず1個は想像力を発揮できること、そして五感ですよね。この五感っていうのはやはり人間得意のもので、なかなかロボットに五感のですね、人間の代わりにするかっていうのは、それはなかなかできないと思います。で、三つ目が感情。この感情っていうのも人間得意のものなので、いかにしてこう感情に訴えかけるとかね、まあ情っていうね、まあそこに関するですね、仕事ですよね。まあ、この想像力、五感、感情っていうのがですね、人間ができる仕事の、まあ、要素っていうのかな、テーマなんだと思います。まあ、想像力は例えば無から一を無とかね、そういうことになりますよね。で、五感っていうのはいろいろありますよね。まあ、視覚もあります、聴覚もありますし、味覚、嗅覚、触覚といろいろあるわけですけども、こういった微妙な感じのところっていうのはやはり人間じゃないとできないのかな。で、それに伴って感情面ですよね。感情に訴えかけるような、例えばそのセールスだったりとか、チラシとか、まあ、ホームページね、いろいろあると思うんですけども、これは五感とミックスさせて何か、人間ができる仕事が誕生するんではないかなと思っております。あとですね、人間にしかできない仕事っていうのは AI、 ロボット、 IoT が誕生すると、それに関わるメンテナンス系の仕事はですね、非常に多くなってくると思いますし、また開発系の仕事も非常に多くなってくるんではないかなと。ちょっとあの話は横道にそれましたけども、まあそんな中ですね、自ら行動する部下をどうやって育てていったらいいんだろうかというですね、まあそんなテーマでお話をさせていただいておりますので、
ぜひぜひね、興味のある方がいらっしゃいましたら、弊社の方にですね、ご一報いただければ、メールでもメッセンジャーでも何でもいいんですけど、いただければですね、まあ、これ一応販売商品なので、販売いたしますということです。今日はですね、自ら行動する部下を育てるにはというですね、弊社が毎月、行っております、商売繁盛セミナーの DVD のご紹介でした。今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。仕事で人生を輝かせるコンサルタント、株式会社リンケージ MI コンサルティングの長谷川博之でした。